突然私を呼ぶなんてどうしたの？寂しかったの？ここには山も水もあるし、食べ物も遊び場もある。すっごくいい場所だよ。それに、あなたが私にこんなにも良くしてくれてるんだもの、嫌いになるわけないでしょ？ん？そう？なら耳を貸して。私の秘密を教えてあげる。実はね、私も同じだよ。うん、いいよ。往生堂に来るのが嫌じゃなかったらね。私が忙しくない時ならいつでも歓迎するよ。いい時に来たね。ちょうど今人と話がしたかったの。もしかしてあなた何か超能力でも使えるの？もう優しさであなたに勝る人はいないね。じゃあ何を話そっか。不思議現象は話すことじゃないよ。この世の物事は目で見たもののみ信じないと。まあ私と夜の山に行く度胸があれば、あなたの知らないものが見られるよ。ねえ、気になる？行こっか。じゃあ、約束だよ。死のことでしょう。そういえばもうだいぶ人前で披露してなかったね。じゃあ、聞いててよ。火の上には2羽の鳥、鳥の爪はネズミ取り、ネズミは目を取り、目になる豆を人が取り。どう？感想教えて。でしょう。やっぱりあなたは見る目があるね。私の詩がわかる人だと思ってたよ。あなたは本当に最高の友達だね。ん？やりたいこと？毎日自分がやりたいことをやってるよ。だから今日はそんなこと置いといて、あなたの家にいさせてよ。ここには山も水もあるし、食べ物も遊び場もある。それにあなたもいる。こんなにいいことってないでしょ。何言ってるの？屋敷とか庭はどこにでもあるでしょ。建物が好きなわけないじゃない。好きなのはもちろんあなたが。当ててみてよ。その表情、わかったよ。もうからかうのはやめる。私はね、あなたと一緒にいるのが好きなの。私と遊んでくれなかったら友達失格だからね。別にあなたに何を言われたって、私は今日ここにいるって決めたから。帰らせようなんて思わないでよ。私たちこんなに仲がいいんだもの。気にしないよね。別にあなたに何を言われたって私は今日ここにいるって決めたから。帰らせようなんて思わないでよ。私たちこんなに仲がいいんだもの。気にしないよね。おやすみ。悪夢とか金縛りとか心配しなくていいから早く休んで。もしそんなことがあったら、この私がすぐに解決してあげるよ。おはよう。元気がいいね。昨夜はよく眠れた？リーウェでは昔からね、戸口に足を向けて寝ると鬼が出てきて金縛りに遭うって言われてるの。でもこのフータオがいるからには心配する必要はないよ。むしろ本当に鬼が来たら一緒に木々を遊べるでしょ。いっそのこと先に部屋の中に机と椅子を準備しておくのはどうかな。
なかなか雰囲気のいい村だね。適当に回ってみたけど、どんどん詩の着想が湧いてきたよ。夜になったらもっと面白いことに出会えるかな。例えば生きた石像とか、水の中に潜む鬼火とか。いひひ、もちろんあなたも一緒に来てくれるよね。